危険物搭載者を禁じるトンネルバスなどの旅客車両用のコーションプレート危険物とは対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つものである。文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体のものの範囲が異なる。対象としては人間、動物、植物、環境、物体、財産等が該当する場合がある。 一方主体のものとしては、物質や物品といったものが該当する場合がある。また、文脈が想定している危険が実際に対象に悪い、影響を与える、機械、状況により危険物とされる範囲が異なる。言葉としての危険物の概念は幅広いが、日本法では危険物はいろいろな法令で定められている。例えば、消防法。 毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、火薬類取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空法施行規則の法第86条第1項の国土交通省令で定める物件とは、法令上層は呼んでいないが危険物のことである。 この法令に基づいて、航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示、航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示、建築基準法施行令、旅客自動車運送事業運輸規則によっても、それぞれ危険物の定義がなされ、規制されている。世界的には、国連危険物輸送勧告に基づく分類、あるいは、それを元にした。 GHS で危険物が定義されていることが多言語のウィキペディアを読むとよくわかる。ただし、日本でも航空輸送、海上輸送ではこの国連危険物輸送勧告を踏襲しており、この国連危険物輸送勧告をベースにして構築された GHS については日本でもそのまま導入されているので、労働現場や製品ラベル、安全データシートでは この分類をよく見かけるようになっている。消防法でいう危険物とは別表第一の品名欄に掲げる物品で同票に定める区分に応じ同票の性質欄に掲げる正常を有するものと定義されており、貯蔵や道路輸送中の火災、爆発や漏洩事故における危険な状況を想定している。この場合、 保険衛生上の検知から人体などの健康に有害という意味での危険性はまた別で、こちらは毒物及び劇物取り締まり法などが別途定められている。航空輸送や海上輸送の場合は国際連合による国連危険物輸送勧告に基づいた危険物の概念が日本でも危険物船舶運送及び貯蔵規則及び航空機による 爆発物等の輸送基準を定める告示並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示において適用されている。国連危険物輸送勧告はほぼすべての輸送形式における輸送中の危険な状況が想定されている。国連危険物輸送勧告を根本とする日本放機には船舶による 危険物の運送基準等を定める告示や、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示などがある。将来的には、法令規則等における危険物の分類は貯蔵、輸送を含む、あらゆる取扱状況を想定した GHS と呼ばれる国際的に強調された体系を基礎としたものに移行していくと考えられている。 UN クラス1危険物輸送に関する国連勧告別冊、試験方法及び、判定基準に記載された分類基準に基づきに、送人が輸送品の分類の実施するものとされている。分類は以下の9分類に分かれ、さらに等級や陽気等級、国連番号に細分される。仮想人は分類の結果に応じて規則に従い、 梱包と表示を行って輸送者に申告しなければならない。輸送者は仮想人が申告した分類に対応して定められた輸送上の規則に従って輸送を実施する。輸送者は開梱して仮想人の申告、表示の正しさを確認することはしないので仮想人の分類に関わる安全上の責任は重大である。 国連危険物輸送規則に基づく各種へ表示が見られる事例危険物船舶運送及び貯蔵規則の2章で定義されている危険ものは次の9つである。下記の内は対応する国連危険物輸送勧告書の英語とその直訳である。国際規則会場輸送にかかる危険ものは国際的には日本も加盟する。 国際開示機関によって規定及び管理の原則の策定が行われている。この IMO で国際海上危険物規則、コード、国際バルクケミカルコード、各燃料物質等専用運搬船の基準等が定められ国際的な安全基準を定めている。IMDG コードは国連危険物輸送勧告をもとにして定められている。IMDG コードは 2004年1月1日以前は SOLAS 条約勧告であったため部分的に国内規則に取り入れることが可能であったが SOLAS 条約の改定によって2004年1月1日からは同条約定約国は改正された IMDG コードの規定すべてを国内規則に取り入れ実施することが強制されることになった 日本規則日本ではこれら国際基準に基づき大きな強度、表示、積載方法、船舶の構造、設備等の技術基準を船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則等で定めている。日本の所管官庁は国土交通省の開示局である。船舶による 危険物の運送基準等を定める告示に危険物のリストがあり、これは IMDG コードの危険物リストに基づいている。空港で見られる危険物持ち込み禁止ポスター危険物とは、国連がその輸送危険物勧告の定めている9つの危険性分類のうちの1つ以上の基準に合致するものである。見送り人は危険物を正確に識別、分類、 放送等級への割り当てが求められる。輸送危険物勧告の分類基準は、試験方法及び分類マニュアルに記載されている。これは、元、危険物輸送に関する国連勧告別冊、試験方法及び、判定基準と呼ばれていたものが、GHS にも対応させたものである。欧州日本日本では、旅客自動車運送事業運輸規則第十四条。 第52条に基づいて、バス、タクシー等人を運送する事業における、危険物の輸送制限が実施されている。日本鉄道運輸規定において、旅客が、火薬類それの他の危険品を手荷物として託送する、ことを禁じ、火薬類それの他の危険品を、他の品名で貨物として託送した、際の措置について定めている。ここでは、危険品と呼んでいるが、 日常では危険物と呼んでいることも少なくない。日本貨物鉄道ではの平成19年10月に貨物運送約款を改定し危険物の分類を国際基準に準じたものにした。また危険物を輸送する際の荷主、利用運送事業者 JR 日本貨物間の責任を明確化した。その貨物運送約款第4小危険品輸送の 特則では、国連危険物輸送勧告を大元とする、国連番号と、容器等級を貨物運送上記事欄への記載を求めている。JR 貨物は、また、危険物の貨物取扱いについて、危険品託送方法のご案内なる冊子を発行している。国際連合の危険物輸送勧告とそれに基づく、各モードの規則はすべて輸送安全に限定された。 ものである。これを貯蔵や使用まで拡大したものが GHS であると言ってよい。消防法において火災の原因となりかねないため、製造、貯蔵、取扱設備の設置及び製造、貯蔵、取扱数量上限が規制対象となっている物質の総称である。すべて常温で固体もしくは液体で、気体は含まれない。具体的には、 消防法第2条第7項に別表第1の品名欄に掲げる物品で、同票に定める区分に応じ同票の性質欄に掲げる正常を有するものと定義されているもので、これら危険物の製造、貯蔵、取扱い設備は、消防機関の有無に応じ市町村長等の設置許可が必要である。また、因果権が危険物よりも高い可燃性物質は、 消防法では、指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に、消防署長に届け出が必要となる。具体的には、紙くず、藁可燃性液体類がこれに当たる。危険物あるいは、指定可燃物の品目は、精霊等で指定され、危険物品目が、指定可燃物品目へと変更になる場合もある。危険物は品種ごとに、 一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵、または扱う場合は、消防法に定められた規則にのっとった設備、施設が必要であり、品種に応じた危険物取り扱い者による作業、または監督を必要とする。以下の6種類に分けられ、第1類から第6類に分類される。固体と液体の両方は、第3類と第5類。 不燃性物質は、第1類と第6類。第1類酸化性個体、それ自体は燃焼しないが、可燃物を酸化して激しい燃焼や爆発を引き起こす個体。第2類可燃性個体、着火しやすい個体や低温で引火しやすい個体。第3類自然発火性物質及び菌水性、物質、空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。 第4類引火性液体、引火しやすい液体。ガソリンや灯油などの液体燃料がこの類になる。その中で危険な順に以下の順序で分類される。例えば、第2石油類よりも第1国油類の方が危険なので保管できる指定数量は小さくなり容器に求められる安全性も高くなってくる。引火性液体は 液体自身に火がつくのではなく、液体から発生する蒸気に火がつく。危険物の中で、唯一、一部を取り扱うことのできる、兵種資格が存在する。第三石油類、第四石油類、動植物油類は、因果点が高く、加熱しない限り因果する、危険性はない。 しかし一旦火災になった場合は、液温が非常に高くなるため、消化が困難な状況となる場合もある。また、一部例外もあるが、陰火性液体の主な特徴として、液比重が1よりも小さい、発生する蒸気は、空気よりも重い、水に溶けない、電気の不良動態であるという性質を持つ。第五類自己反応性物質、加熱や衝撃で、 分子内に含まれる酸素が除燃剤となることで激しく燃えたり爆発したりする物質。これらの物質が原因の火災は消化が困難である。第6類酸化性液体、それ自体は燃焼しないが、可燃物を酸化して激しい燃焼や爆発を引き起こす液体。一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、 届け出が必要になる基準数量である。危険性が高いほど指定数量が少なくなる。その何倍あるいは何分の1で規制の内容が変わる。各指定数量は次の通り。計算法危険物積載車両は道路法第46条第3項に基づき推定トンネルの通行が禁止、制限されている。 延長5000メートル以上の長大トンネル、水際にあり、路面の高さが水面以下のトンネルも、推定トンネルに準じた扱いで、同様の措置がなされる。これは、道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する。危険物積載者が通行禁止となっている、江奈山トンネル危険物積載トラックに掲載されているマーク、日本国外でも、 ゴッタルド道路トンネルのように、長大トンネルでは危険物積載車両の通行が禁止、制限されている。日本の道路トンネルでは、関越トンネル、日田トンネル、五つトンネル、えな山トンネルなど、延長5000メートル以上の長大トンネルでこの規定が適用されているが、山手トンネル、アクアトンネル、 横浜北トンネルなど、長大トンネルと、推定トンネルの両方の条件に該当するものもある。近年では、村峠トンネル、新区海トンネル、美濃トンネル、大万木トンネルなどのように、通行規制を回避するため、意図的にトンネル延長を5000メートル未満に、抑えている事例もあり、新東名高速道路と新名神高速道路に、至っては、 危険物積載車両の同一区間走行を実現させるため、5000メートルを超えるトンネルを避けたルートとなっている。2016年に条件付きの規制緩和が行われ、災害時に被災地へ迅速なエネルギー輸送が行える。要、タンクローリーなど危険物積載車の前後に誘導車を伴って、長大トンネルの走行ができるエスコート通行方式が導入された。 国連危険物輸送勧告における危険物と日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると消防法では引火点摂取250度以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが国連危険物輸送勧告では引火点が摂取60度以下の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。 この違いの理解は単に国際実務を行うときに重要なのではなく、日本国内での危険物についての法令を遵守した実務を行う際にも重要である。それは、消防法において、陸上で自動車による危険物の輸送を規制しており、海上での輸送については、国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている。 船舶安全法に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示により危険物が定義、規制されている。同様に航空法施行規則第194条第1項第9号並びに同条第2項第1号第3号及び第4号の規定に基づく航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示により航空輸送における 危険物が定義されている。ありがとうございます。